みんな、こんにちは。今日は携帯式対戦車ロケット弾発射機を作っていくよ。まずはお菓子が入っていた筒の底の部分に穴を開けるよ。1円玉を中心に置いてペンで印をつけたらハサミで切り抜いていくよ。もう一つの筒はそこを全部切り抜いてこんな感じで作ってね。できたらこの2つをテープでつなぎ合わせていくよ。いい感じだね。次に風船を柔らかくするために一度膨らませて空気を抜いていくよ。空気を抜いたらこの風船の口を縛って半分より上のところをハサミで切っていくよ。直近。この切った風船はさっき穴を開けたところと反対側の大きい穴の方にこんな感じでかぶせられたらテープでぐるぐる巻きにしていくよ。ぐるぐる巻きにすることで強度がすごく強くなるよ。こんな感じだね。次は持ち手を作っていくよ。ここに一周印をつけていくよ。つけたら角からその印までハサミで切っていくよ。直近。そうするとこうやって広がるから筒に貼っていくよ。筒全体も覆ってね。かっこいいね。これで完成です。それじゃあ早速遊んでいくよ。今回的になってくれるのはネギ星人の皆さん。左から小、中、大、よろしくね。的に狙いを定めたら後ろの風船を引っ張って、えいっえいっ、最後、えいっえいっえいっ、なかなか倒れないな。事務所の力は強いね。チャンネル登録はボタンをクリック、もしくは動画説明欄からチャンネルを登録してくれ。 LINE スタンプも発売中だ。みんなどんどん使ってくれよな。